まあ、とにかくファンの皆さんにいろんな私の今までの楽曲を聴いていただきたいなと思っていたので、どうなるかは分からないけれども、でも実際2日間ちゃんと開催はされたので本当に奇跡。1年前のこの時、彼女はある大きな決断を胸にステージに立っていたのです。ライブから3日後、私安室奈美恵は2018年9月16日をもって引退することを決意いたしましたので、ファンの皆様にご報告させていただきます。突如公式ホームページで1年後に引退することを発表。平成の歌姫の引退、日本中に衝撃が走りました。何も逆に考えずに頭を真っ白にして素直に私は歌ったつもりだったんですけど、じゃないとちょっとなんかこう、まあなんか涙ポロって出ちゃいそうな感じにはなっちゃうのかなって思いながら、自分の引退というものに結びつく楽曲になるなとは思っていたので、なのでまあ歌詞の世界観も前向きにっていう、まあ、引退自体も後ろ向きなものではなく、あの次に進むステップの通過点なので、そうなると殻とかスパンコールで同じグリーンでも光らせるとか、なんかそういう風になっちゃうんですよね。実際にライブを見た人に話を聞きました。いやもうライブの時は泣かなかったんですけど、終わったら本当にでも本当に感動をいっぱいくれたので感謝してます。どんなライブだったんですか今日も。いやもう本当に今までにないアーティストさんとのコラボもあったので、もう本当に楽しかったです。初めてあんなライブでした。すごい楽しかったです。どんなライブだったんですかね。あの予想外、こんなにたくさんゲストの方がいると思ってなかったので本当に嬉しかったです。好きな曲ばっかりで。最後に会場は浪江コールも、はい、響いてたましたけど、それを見て聞いててどうでしたか。もう一緒に泣きながら叫びました。もう一回出てきてって願いながら本当にこの空間から離れてしまったら本当に終わってしまうんだなって思ったので離れがたかったし、やっぱり私も北海道から出てきてたので、もうずっとここにいたいなってすごい強く思ってしまって。安室さんは出てた。出てこなかったです。はい、かっこよかったです。本当に最後は笑顔でって言ってた宣言通りに本当に笑顔でステージを去っていって本当にかっこよかったです。